日出てた？うん、ちょっと寝坊しちゃってごめんね。いや全然、うん、あ、そうだ、二人に話したかったんだけどさ、タカコね、うん、イケメンの彼氏と別れたんだって。マジ？そう。いや、釣り合ってなかったもんね。まあね、タカコってさ、うん、明らかに陰キャめちゃくちゃ言うじゃん。いや、わかるけど、なんかさ、え、何がなんだろう。まあ短かったね。ね、あっという間だったね。ね、まあ、よく付き合えただけいいよね。そうだよね。なんかいろんな会社のやつ飲んだけど、うん、やっぱここの豆乳が一番やっぱ戻ってくるよね。そう、本当にね、いろんな味もいいんだけどね、調整だよ、うん、あえ、そういえばさ、うん、これ自分で作ったの？ジュリー。そう、え、いや、まあ未来の旦那様のために練習的な、うん、いいじゃん、超女子力高いじゃん。でしょ？ちょっと恥ずかしい。え、でもこれはちょっとトイレ行ってくるね。うん、行ってらっしゃい。この卵焼きなんだけど、うんうん、この卵焼きはもうおばあちゃん秘伝の作り方だよ。めっちゃ美味しそ う、 そう、甘いのしょっぱいの？家の前で待っててって言ったじゃん。うん、ごめんね。何してた？ちょっと歩いてた。あ、そう。うんうん、うん、悲しいな、お前マジか。気使われてんじゃん、やば。うん、うん、あー、うん、うん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 、分かったって、うんうん、じゃあ明日ねえ、今日はしようよ。何よ？何よって、分かってんだろ、セックスだよ。いや、もう帰ろうかなって思ってて。いいじゃん、少しぐらい。でもお前ほんとつまんない女だな。酒も飲まないし、セックスもしないし。ごめん。もういいわ、帰れよ。クラブ行ってきたんだけどさ。ああ、言ってたんだ。マジで元カノに似てる女の子って。うん、結論から言うと、はいはい、やっちゃったな、その。おお、それがさ、マジで腰回りとか腰使いがヤバくてめちゃくちゃ良かった。ケイタ
さん。俺、彩香ちゃん。久しぶりだね。そうですね。あれ、お母さんから今地方で働いてるって聞いてたんですけど。ああ、でもやめて戻ってきたのよ。彩香ちゃんもこの辺住んでるの？あ、大学がここら辺なので。そっか。彩香ちゃんも大学生か。時代の流れを感じるね。最後に会ったのは高校の時でしたからね。最後に会ったのっておばさんと3人で演劇見に行った時だっけ？そうだったと思います。そんな前のようには感じないよな。今でも演劇見に行ったりするの？大学入ってからは見に行けてないですね。また今度見に行きたいね。ごめん遅くなった。ああ大丈夫、そんな待ってないし。ああこいつはルームメイトの子。どうも。じゃあ俺らそろそろ行くから。ああ今度お家おいでよ。いいでしょ。別にいいよ。じゃあまた連絡するから。じゃあね。この前さ Tinder でマッチした男と会ってきたんだけど、うん、KO っていうから会ったのよ、うんうん、でもねなんか話聞いてたらちょっと違うっぽくそうで、うん、もっと聞いてみたら実は慶応じゃないんですよ。でしかも、うん、しかも、ねうん、実は法制なんですって言われたのが本当にやだ。それはやばい、めっちゃあるんだけど。でもそれ聞いた瞬間本当にやる気なくして、うん、でもその後すぐに帰ってきちゃった。いややっぱさ女の子は別にマッチとかでもいいけど、うん、いや男子だったら早慶以上がいいよね。そうだよね。で、うん、私も自分の子供が男だったら絶対早慶に入れるからね。わかるよね。わかる。なんか女の子だったらね間違いで可愛いよね。可愛いよね。そんな頭良すぎてもらえる。顔とか頭が揃ってるのがもう早慶よ。法制はないわ。ちょっとそれはなしだ。これでここに影が入ってくるわけだから。いや下手なやつこそ影出したがるのかな。ケイタさんからだ。よし、送った。ねえ、クオン、今日の夜、彩香ちゃん来ることになったんだけど、大丈夫？この前会った親戚の子？そうそう。別にいいよ。サンキュー。この家に誰か来るの初めてだな。もう3年ぐらい住んでるよね。うん、親父が死んで4年になるから4年かな。寂しいな。うるせえ。今なんもねえな。普段料理しないからこんなもんやろ。電気もったいないからもう早く待って。これ食う。これ食べかけたおにぎりやね。これ食い切れなかったやつ。俺いつ、いやまだ腐ってないでしょ。えそのあでもまあそんな1ヶ月ぐらい前かそんな前じゃないよ。うんちゃんとまずいちゃんとまずいそれね1ヶ月前もう一回とこは1年ぐらい置いとくか。発酵しちゃう。料理しないって俺には料理うまいじゃん。うん昔キッチンでバイトしてたから。へえ、そうなんだ。クオンってさ結婚したいとか思うの？うん
人よりは難しいかもな。まあそうだね。でも子供を抱いてみたいとは思うかな。子供欲しいんだ。そうだね。いい親になれると思うけどな、クオンなら。彩香です。ケイタさんのいとこの。あ、なんだ、彩香ちゃんか。ドア開いてるから入っていいよ。お邪魔します。お、彩香ちゃんよく来たね。なんか荷物その辺適当に置いちゃって。めっちゃ美味しい。あ、そう。うん、このきんぴらもすごい美味しいです。ああ、よかった。はい。ほんとだ、美味しい。でしょ？うん。あのね、ここから、ここまでが、俺が作ったやつ。へぇ。これがクオン作ったやつ。違うよ。何も作ってないよ。全部私が作ったやつね。すごいですね。なんか言ってるみたいですね。あの、最後に見た演技がさ、すごい面白かったって覚えてるんだけど、どんなやったっけ。え、ラクダとペンギンじゃないですか。そう、何それ。あの、下北にすごい有名な本田劇場ってとこあるんだけど、あ、なんか聞いたことある。そこで、まあ、雪山に来たラクダが死にそうになっちゃって、うん、それをペンギンが抱きかかえて、そして天使が来るっていう、まあ、終わり方なんだけど。面白いのかな、それ。面白いよね。もう泣きました。めっちゃ面白かった。ボロボロやもんね。会場中みんなもおえつで。へ、うん、あれ面白かったな、本当に。ちょっと見てみたいな。見た方がいいよ、絶対。今やってるのか分かんないけど。結構前だからな。そうですね。そういえば、なんで仕事辞めたんですか？前の職場がすごい忙しいとこだったんだけど、はい、あ、もう目の前の仕事にずっと追われてたね。したらある日上司に、仕事しなきゃ生きていけないんだからもっと頑張れよって言われたの、はい、それで本当かって思っちゃって、もう一回疑問に思ったらこう目の前の仕事を手つかなくなっちゃって、で辞めたら分かるんじゃねえと思って辞めてやったのよ。そんで今に至るわけ。まあ生きてるけどクオンのおかげって感じかな。まあ別にこうやって考える時間があってもいいんじゃない。神様かよ。でもこういう優しいやつが痛い目見るから、騙されるから。別に明日にも出てってもらっていいんやけど。ごめんなさい。そういえばさ、俺やりたいことあるんだよね。何ですか？高尾山に登りたい。近くにあるのに登ったことないんだよね。いいね。彩香ちゃん明日時間ある？もう休みですけど。じゃあ行こう。彩香ちゃん今日はこの家に泊まってきなよ。まだ起きてたんですね。うん、なかなか眠れなくて。仕事やってた頃はさ、帰ってきたらすぐ寝てたんだけど、辞めてからは疲れることがないからさ、なかなか眠れないんだよね。そうなんですね。別に今の生活が楽しくないわけじゃなくてさ、友達も近くにいるしね。でもたまになんだか怖くなるんだよね。何がですか？やっぱり働いてないからかな。これからどうなっちゃうんだろうとかさ、将来何してんだろうとか
考える時間が多いからさ、不安になっちゃうんだよね。そうなんですね。ケイタさんが眠れないなら私も付き合いますよ。ありがとう。あ、メイク道具忘れた。先行ってて。山登りにメイク道具必要なくない？いるんだよな。あれ、あれ信号の可能じゃね？やば、マジじゃん。え、男と一緒に。やば。なんか飲み物買ってくるって2人。ああ、じゃああったかいコーヒー。あやかちゃん。じゃあ私も飲むので。はい。ありがとう。会社辞めちゃうってすごいですね。なんか行動力があるっていうか。そうでもないんじゃないかな。前の職場は社員を労働力としか見てなかったし、そういうとこで生きていくのって辛いし、辛いならそういうとこにいる意味ないんじゃないかな。なるほど。要はね、愛があるかだよ。ありがとう。ありがとうございます。じゃあ行こう。はい。久保さん、そのハイヒールで登るつもりなんですか？まあ、高尾山なら余裕かと思ったんだけど。山舐めすぎじゃないですか。足大丈夫なんですか？今のところ余裕。すごいですね。ケイタとは付き合い長いの？はい、親戚だし家が近かったので、小さい頃からずっと遊びに連れてってもらったりしてました。そうなんだ。クオンさんはケイタさんとは付き合い長いんですか？初めて出会ったのは4年前かな。大学で知り合ったんだけど、その頃から女装してたから友達いなくて、冷やかし話しかけに来る人はいたけど、友達になろうとしてくれたのはケイタだけだったかな。そうだったんですね。まあ本当に心を許せる人が一人いてくれれば私の人生は十分かな。他に友達とかいないんですか？そうだね、働いてるおこんばの同僚は陽気で下ネタばっかり話してて、私って真逆の人間だからさ、同僚からもお客さんからも人気ないかな。そんな感じになっちゃうんですね。なんか、なんて言っていいかわかんないんですけど、クオンさんって今も疲れてる私に気を使って歩幅合わせてくれてるし、携
ケイタさんも家に住まわせてあげてるし、男としてとか女としてとか、もちろん仲間としてじゃなくても人間として好かれる要素がたくさんあるのに、そんな感じになっちゃうんですね。早くしないと日が暮れちゃうよ。こっちはハイヒール履いてんだよ。今日って何日だっけ？12月の31日かな。今日で平成も終わるね。いやー、行ってよかったな。遅くなったね。ここでいい。お前さ、俺になんか言うことない？何？分かんないんだけど。分かんねえの？うん。何の話？マジで分かんねえんだ。お前やばいよ。ねえ、もう死ぬ。お前昨日男と一緒にいただろ。違う、あれは私の。言い訳すんの？お前マジでつまんねえ女。もういいわ。顔も見たくない。テスト日って出たね。出たね。今一日に詰め込みすぎてもうしんどすぎるんだけど。これでしょ？そう、やばくない？大変だよ。ね。はい。タカ？大丈夫？うん、大丈夫。ね。あ、タカ子だ。おーい。あ、行った。行っちゃったんだけど。また？また無視？無視されたんだけど。てかまだ落ち込んでんの？ね、やばい。やばくない？本当だよね。あ。時間やばいかも。授業行くか。だるい。いやでも服変えてなきゃやばいからね。三限で変えれるのが理想だよ。あれ、あやかも行こうよ。私具合悪いから帰るね。あ、そう。そうか。お大事にね。そう。よし、元はね。
大丈夫？あ、お腹空いてる？ドーナツあるよ。なんかめちゃめちゃ悔しいんですよね。私昨日彼氏に振られたんですけど、高尾山に行った日に啓太さんと車に乗るとこ見て勘違いしたらしくて、それ違うよって親戚だよって言いたかったのに怒鳴られたら何も言えなくなっちゃって、最終的にはくだらないつまらない女だって言われて、なんでそこまで言われなきゃいけないのかなって。確かに私はネクラだし、お酒もセックスも嫌いだし、友達からノリが悪いって思われてますよ。でもなんでそこまで言われなきゃいけないのかなって、そんなに悪いことなのかなって。俺さ、仕事辞めてさ、クオンチに転がり込んでさ、仕事しなきゃなって思いながらゴロゴロしてさ、クオンが買ってきたお菓子めっちゃ食ってさ、そしたらクオンが帰ってきてダラダラして寝るんだよ。生活費もほとんどクオンが払ってるよ。社会から見たらクズ人間だよね。でもさ、こんな俺でもクオンはいいやつだって言ってくれるんだ。俺がいいやつならさ、世の中くだらないやつなんかほとんどいねえよな。そんなやつと付き合ってたなんてさ、彩香ちゃん優しすぎたんだよ。世の中うまくいかないよな。優しいからって幸せになれるわけじゃない。でも俺はそんな優しい彩香ちゃんが大好きだし大切に思うよ。優しい子だね。前の方空いてますのでどうぞ。はい、結構広いね。マイク、マイク、どうぞ。マイク、
なんて寒いのだろう。この世の中は苦しみにあふれている。死なないでくれ友よ。君がいなくなったら私はどうすればいいのか。確かにこの世の中は苦しみにあふれている。でもたった一人でも存在を認めてくれたり理解してくれる人がいるのであれば、それは幸せと呼べるのかもしれない。